はい、ということで教えて渡辺さん、本日はですね韓国のお話をさせていただきたいと思います。お話の前に少し宣伝をさせてください。新刊が発売になります。韓国大破滅入門、韓国がこれからどうなるのかということについて徹底的に解説した一冊になっております。日韓関係が悪い、そんな中で日韓関係だけではなくて米韓関係も過去最悪の状況になりそうになっています。それについてですね、今日は2人のムンということで、ムン政権を支える2人のムンさんと韓米同盟破滅に向けて動き出した韓国の政界についてお話をさせていただきたいと思っております。ムン政権を支える重要閣僚の中にムン・ジョンインさんという方がいらっしゃいます。この方は統一外交安全保障の特別補佐官にあたる人、ヨンセ大学という韓国の大学の名誉特任教授でもある方なんです。この方が現在青瓦台で大きな力を持ち、ムン・ジェインにさまざまなアドバイスをしているとされています。その方がですね、ついに先日ジーソミア破棄によって米韓関係が悪化していく中で、このように言いました。ケソン工業団地など南北経済協力に支障が出ていることについて、ケソン工業団地に物資やバスが向かっていくというと、全て国連軍司令部に事前申告しなくてはならないことになっている。もし韓国民がこれを知ったら国連軍事司令部は撤収しようと言うだろうと答えたわけです。実は韓国においてはムン・ジェイン政権の3代前のノムヒョン政権から戦時統制権問題というものが生じていました。朝鮮戦争の停戦当事国はアメリカを中心とした国連軍と北朝鮮と中国人民軍義勇軍という構造になっており、ここに韓国は入っておりません。朝鮮半島の安全保障は現在もアメリカを中心とした国連軍と北朝鮮との間で結ばれた停戦協定が前提になっているわけです。その上でアメリカ軍は韓国軍との間で同盟関係を結んでおり、アメリカ軍が韓国軍を指揮する形で安全保障が成立している。これを米韓軍事同盟と米韓合同司令部と言います。現在米韓合同司令部の司令官はアメリカです。そして副司令官は韓国という構造になっています。このために戦争が起きた時、朝鮮半島で有事が起きた時の指揮権はあくまでもアメリカにあります。これを韓国は韓国側に返してほしいとずっと述べてきたわけです。そして今回ムン・ジェイン政権になってアメリカ側にこれを強く求め、アメリカはこれを承認しました。これから米韓合同軍は韓国軍司令官がトップになり、アメリカ軍の司令官がナンバー2になるということになったわけです。しかしこれに対して大きな問題が起きました。先日の合同軍事訓練において韓国軍が指揮をしようとしたところ、この米韓合同軍はあくまでも国連軍の指揮下にある、国連軍はアメリカなのでアメリカの指揮権においてこの軍事訓練をするとアメリカが一方的に通告したわけです。戦時統制権返還を目論んでいたムン政権にとっては面白くなかった事態でしょう。現実問題として現在は国連軍の司令部というのは横田基地にありますので、横田が韓国軍を指揮する構造になっているんです。これに対して出た発言が国連軍司令部は撤収せよという言葉であり、これは米韓同盟の破綻、在韓米軍撤退を意味する言葉でもあるわけです。さらにこのムン・ジョンインさんはタス通信の取材に対して、韓国側が核兵器を保有している場合アメリカとの同盟の必要はなくなるだろう、韓国はそのような兵器を持たないためアメリカの影響力が残っている、
アメリカ側が韓国と日本にそのような武器を製造することを許可するならば、その地域でのアメリカの影響は著しく弱まるだろうと述べました。さらに言えば、韓国側では韓国軍が新たに核兵器開発をしようとした場合、6ヶ月以内に韓国の技術だけで作ることができるだろうということも報じられており、韓国の独自核保有についても述べ始めました。また北朝鮮の核保有を認める発言をしているため、北朝鮮と韓国が一体化した場合、北朝鮮の核を韓国軍が持つことができるという論調も広がっています。その前提において、日本は韓国とこれからどのように付き合っていったらいいのか、自国の安全保障について深く考えなくてはいけない時期がやってきたのかもしれません。渡辺哲也でした。教えて渡辺さんでは、皆様からのご意見や質問を受け付けております。ツイッターでハッシュタグ、教えて漢字、渡辺カタカナ、3ひらがなで、ぜひどんどんご質問ください。渡辺でございました。